ヨナ書。ヨナ書。ヨナ書は、旧約聖書文書の一つ。ユダヤ教では、後の預言者に、キリスト教では預言書に分類する。キリスト教で優柔に小預言書の5番目に位置する。4章からなる。内容は預言者のヨナと神のやりとりが中心になっているが、ヨナが大きな魚に飲まれる話が有名。著者は不明だが、ヨナ自身が書いたとする説もある。 この書は、違法人を主人公としているルツキと同じように、イスラエルの民の先民思想、特権意識を否定しており、当時のユダヤ人には驚くべき内容であった。この点において、旧約聖書文書の中で異彩を放っている。構成は、大きく分けて二部に分かれている。前半、一から二章は、ヨナ自身の悔い改めの物語を描き、後半、三から四章は、 ヨナの宣教によって、ニネベの人々が悔い改めたことと、その後実弾が描かれている。旧約聖書、列王記下によると、ヨナ書の主人公である、アミタイの子ヨナは、預言者として、周囲の国々からの圧迫が減り、それによって、イスラエルの領土が回復することを予言している。まもなく、イスラエルをやロブアム二世統治下で、イスラエルは、実際に湿地を回復している。 ヨナ書の主題は三つある。宣教者として、神の指示に従わなかったことと、ニネベの人々が悔い改めたことに対して、不平不満を言ったことに対するヨナの悔い改め、イコール神に仕える者としての生き方を正すと、神は、異邦人でさえも救おうとしておられる、イコール間違った、選民思想を正し、異邦人に対する偏見を捨てる。神に仕える者としての考え方を正すである。 神学的には、先民思想の否定の外に、神は一度言ったこと、ニヌベを滅ぼすは必ず実行する、実現するという信仰。神の普遍性の神学に対して、神は一旦言ったこと、決めたことでも考え直す、変更するという信仰。神の可変性の神学が基盤にあると思われる。世ナ書がいつ書かれたのか正確な年代を特定することは難しい。 伝統的には、予言者ヨナが実際に活動した、紀元前8世紀前半と考えられてきた。ニネベの悔い改めについて語っていることから、どんなに遅くとも、紀元前612年のニネベ陥落、アッシリア滅亡の前であることは、間違いない。また、ニネベが悔い改めたために滅ぼされなかったという、内容から、ニネベ陥落の直前とは考えにくいことから、遅くとも、 紀元前七世紀中頃までであるように思われる。ヨナ書の主人公は、アミタイの子、預言者、ヨナ、ヨナである。ヨナは、神から、イスラエルの敵国であるアッシリアの首都ニネベに行って、ニネベの人々が犯す悪のために四十日後、滅ぼされるという予言を伝えるよう命令される。しかし、ヨナは、敵国アッシリアに行くのが嫌で、船に乗って、 反対の方向のタルシシュに逃げ出す。このため、神は船を嵐に遭遇させた。船乗りたちは、誰の責任で嵐が起こったか、くじを引く。そのくじはヨナに当たったので船乗りたちは彼を問い詰めると、彼は、自分がヘブル人で海と陸を作られた天の神、主を恐れていることを告白する。神から逃げていたことはすでに話してあった。 ヨナは自分を海に投げれば、嵐は収まると船乗りたちに言う。最初、船乗りたちは陸にたどり着こうと努力したが、激しい嵐のためできず、ヨナの言う通り彼の手足を掴んで海に投げ込んだ。ヨナは、神が用意した大きな魚に飲み込まれ三日三番魚の腹の中にいたが、神の命令によって海岸に吐き出された。ヨナは悔い改め、ニネベに行って、神の言葉を告げると、 意外なことに人々はすぐに悔い改めた。指導者はニネベの人々に悔い改めと断食を呼びかけ、人々が実行したため、神はニネベの破壊を考え直して中止した。ヨナは一度滅ぼすと言ったがそれを中止し、イスラエルの敵であるニネベの人々を許した神の寛大さに激怒する。ヨナがそのご案を立ててニネベがどうなるか見るために、 そこに住んでいると、その横に、氷炭、東ゴまともが生えた。ヨナは、氷炭が影を作り日置けになったので喜ぶが、神は虫を送って氷炭を枯らしてしまう。ヨナが激怒して、怒りの、あまり死にそうだと訴えると、神はヨナに向かい、ヨナがたった一本の氷炭を惜しんだのだから、神は十二万人以上の人間と無数の家畜がいる、ニネベを惜しまないことがあろうかと悟す。 新約聖書ではイエスがヨナの名前に言及する場面が見られる。例えばマタイによる福音書、ヤルカによる福音書でイエスは印を求める人に向かってヨナの印の他には何印も与えられないと言っている。キリスト教では伝統的にヨナが魚の腹にいた3日3晩とイエスが死んでから復活するまでの3日間を対応するものとして捉えてきた。 そのような解釈から福音書の当該部分は、ヨナの体験を、自らの死と復活のヨガタとしてイエスが、語っているという風うに理解されてきている。イスラエルの神である、唯一の神の慈悲が、イスラエルの民、ユダヤ人のみならず、他の国の人々、違法人に及ぶことを示す。同時に、違法人、非ユダヤ人、ニネベの人々の方が神の意志に従っており、むしろ、 ヨナに代表されるユダヤ人のの方が神の意思を理解できていないなこ,この考えは後にパウロに引き継がれ、後のキリスト教としての神の意思は、ユダヤ人には受け入れられず、むしろ違法人に受け入れられるという認識となり、キリスト教はそのように広まっていった。パウロがヨナ書の影響を直接受けていたかどうかは疑わしい。 新約聖書の死と原稿録は神による直接的な介入があったことを表している。ヨナがイエスの死と復活のヨガタと捉えられたことから、聖教会、ビサンティン天礼においては、創価のカノンの八つの歌章のうち、第六歌章中のイルモスにおいてヨナを記憶する。日本ハリストス聖教会では、 教会スラブ語ロシア風再建音をとって、イオナと祈祷書中に記載され、同教会の聖歌でも、イオナと歌われる。プロテスタント系のキリスト教会、特に福音派では、夜中期は宣教者の物語として読まれることが多く、弱くても神の援助によって宣教するキリスト者の姿を描いていると解釈されている。新四百488番でも、そのように歌われている。 同じ話がイスラム教のクルアーン、コーランにも見られ、クルアーン大重章、ユーヌス、ヨナは預言者の一人ユーヌスという名前になっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。